小殿、何が起きたんだ。わーい、デジヘッドが小殿を連れてっちゃった。早く追いかけなきゃ。ほら見ろよ、ゴシッパーに貼られてた写真と同じだろ。絶対こいつ帰宅部だよ。なんでこいつら俺たちのことを。おい、そいつを話せ。ああ、なんでそんなこと。おいおい、こいつらも写真に載ってるやつだぜ。ミュウの良さが分かんねえなんてどうかしてんじゃねえのか。全員捕まえて教育してやろうぜ。くそ、相手は二人か。うわ、喧嘩だよね。写メ撮らなきゃ。何やってんだ。怪我する前にどっかに隠れてろ。わかったってば。そんな怒らなくてもいいのに。終わったら呼んでよね。くそ、くそ、もう少しで手がかりが見つかりそうだってのに。いい加減にしようよ。こっちはこんなクソみたいな世界もううんざりなんだよ。何がミュウだ、何がカギピーだ。くだらねえ。ままごとならてめえらだけで一生やってろ。俺はさっさと家に帰るって決めてんだよ。あ、ショウゴの殻が。よし、来たー。どう、これが俺の新切りのとはだいぶ違うようだが。うん、それぞれの心を反映して形状が変わるんだ。二つとして同じものは生まれないよ。この形は火星か。大きなお世話だよ。ショウゴも目覚めた。いけるよ、刀を取り戻そう。新入り、協力してやっちまうぞ。ミュウの魅力も分かんねえようなダッセーローグが俺たちに勝てると思ってんのか。捕まえる前に軽く遊んでやるよ。さて、始めるか。手加減はしない。
大したことねえよ。なんとかなったか。ぶっつけ本番でも戦えるもんだな。ありがとう、助かったわ。ごめんね、迷惑かけちゃって。それにしてもびっくりしたわ。何あれ、目の前で体が割れちゃうんだもん。あれこそユウたちがうちに秘めてる心の形さ。普段しまい込んでる心が殻を破って出てきたと思えばいいよ。まあ俺は新入りがああなるのを見てたから驚きはしないが、こんな力使って本当に大丈夫なのか。私がいる限りは大丈夫だね。殻を破るほどの心を正しい形に保つのが私の役目だから。そういう存在がないまま感情を溢れさせちゃったのがデジヘッドだね。力の出所は一緒だよ。私の力が万全ならメビウス中の心は正常に保てたんだけど、今は見ての通りだからユウたちで精一杯なんだ。なるほどね。アリア、ちょっといいかしら。ん？なになに、ことの。なんかムズムズする。これが私の形なのね。おい、ちょっと急すぎだよ、びっくりだよ。ごめんごめん、多分できるなって思っちゃって。お、俺と新入りに比べてなんかあっさりだな。あんな状態から発言するなんて異常なことだよ。一体何者なのよ。とにかくこれで戦えるやつが3人か。今までは逃げ回るしかなかったが、これなら。そういやこいつらは俺たちが帰宅部だって知ってやがったな。一体どうして。おーい、終わった、みんな無事って。相手の人伸びちゃってるけど平気なの？しばらくすれば目を覚ますでしょう。帰宅部ってやっぱりなんかやばいことしてるよね。私の目に狂いはなかったね。学校でいきなり襲われるなんて今までなかったもん。びっくりしちゃったよ。別に何もしてねえよ。それより予定通り3年4組に行くぞ。やっちゃいましょう。全力で行く。やるか。決める。手加減はしない。決める。
勝負？準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。行くぜ。行くわよ。これで。さあ、とっとと行こうぜ。次もこう行きたいもんだ。さっさとやっちゃいましょう。全力で行く。
さて、始めるか。全力で行く。行くぜ。決める。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。始めましょうか。手加減はしない。やるか。決める。アリア、どうだった？やるぞ、おとろ。はいはい、分かってる分かってる。行くぜ。つかめてきたぜ。なんでどこ